渡辺直美と平野紫耀夢のコラボが実現ファン待望の瞬間が近づく。こんにちは、皆さん。エンターテインメント界に大きな期待が寄せられている話題をお伝えします。日本のタレント界で愛されている渡辺直美さんと、歌手で俳優の平野紫耀さんのコラボが、ついに実現の兆しとなっています。ファンたちが心待ちにしていた瞬間が、 近づいているかもしれません。8月25日、渡辺直美さんはインスタグラムのストーリーズで、平野紫耀さんの名前が登場したことに大きな喜びを表現しました。なんと、その前日、平野紫耀さんが質問箱での回答で、渡辺直美さんについて触れたのです。これに対して渡辺直美さんは、その嬉しいコメントをストーリーズでシェアしました。 ストーリーズには、平野くん、起きたらこの画像が、1億人から送られてきてるって暗い DM 来てたよー、というコメントとともに、平野さんのストーリーズのスクリーンショットが公開されていました。そのスクリーンショットには、ファンからの熱望の声に対して、平野耀さんが、いいんですか、したい、てか話したい。 ところを熱望するコメントがあり、さらにちょっとしか話してないけどめちゃくちゃ良い方なんだ、よ。と、渡辺直美さんを絶賛するコメントもありました。この一連のやりとりに対して、渡辺直美さんは何が起きているかわからなくて、とりあえず携帯投げたよしょう。章、とコメントし、最後にはぜひいつか話しましょう。ただ心の準備期間だけくださいや、しょう。 と、平野紫耀さんに向けてメッセージを送りました。これは、ファンにとっては夢のような瞬間でしょう。渡辺直美さんと平野紫耀さん、両者がコラボするという可能性が浮上した瞬間です。両者のファンからは、喜びの声が相次ぎました。このコラボが実現すれば、日本のエンターテインメント界に新たな息吹をもたらすこと間違いありません。 渡辺直美さんのパワフルなエネルギーと平野志耀さんの多彩な才能が交わる瞬間は多くの人々にとって待ち望まれていた瞬間でしょう。今後、このコラボの具体的な計画やプロジェクトが進展することを期待し、ファンたちは心待ちにしています。エンターテインメント界に新たな光をもたらすであろうこの瞬間を私たちは楽しみに待ちたいと思います。 結論。渡辺直美さんと平野紫耀さんのコラボがファンたちの期待に応えるかもしれません。この興奮が高まる瞬間を追跡し、将来のプロジェクトに期待を寄せるのはエンターテインメント愛好家にとって非常にワクワクすることです。私たちもこの素晴らしいコラボの発展に注目し、お知らせできることがあればお伝えしたいと思います。 エンターテインメント界にとってこれからの日々がますます魅力的になることでしょう。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただきありがとうございます。渡辺直美さんと平野志耀さんのコラボに関する興奮が私たちの記事を通じて少しでもお伝えできたなら幸いです。この興奮がエンターテインメントの未来に新たな輝きをもたらすことを願っています。 今後の情報にも期待しましょう。